大阪市ティバス株式会社は、大阪府大阪市西区に本社を置く、路線バス、貸切バスを運行する事業者。コーポレートメッセージは、つなぎます人、街、未来を。もともとは1988年に、大阪市交通局と、その労働組合が、共同出資し、大阪市交通局のバス事業の運行受託を請け負う、ために設立された。 外郭団体としての企業であり、末期は3営業所の運行住宅などを行っていた。2017年3月28日に大阪市交通局の廃止議案が可決され、そのまま大阪市交通局のバス事業を譲り受けする受け皿企業となったものである。なお、大阪市交通局が保有していた大阪市ティバスの株式は大阪市交通局の鉄道事業を引き継ぐために、 設立された大阪市高速電気機,機動株式会社に譲渡され、現在は同社の子会社となっている。大阪市営バスからの移管路線以外に自社運行路線として、USJ 直行バス、IKEA、梅田、大正エクスプレス、IKEA、南場エクスプレスの3路線がある。一方で、BRT、今ザトライナーの運行は、大阪シティバスに委託されてはいるものの、 道路線の運営主体は、親会社の大阪市高速電気軌道によって行われているため、自社路線扱いにはしていない。担当系統は2020年4月1日現在、いずれの路線も担当は、取島営業所。これらの路線は、運賃は現金のみの取り扱いとなり、ピタパーイコカなどの交通系、IC カード、大阪メトロ、大阪シティバスが発行する1日乗車券。 エンジョイエコカード、回数乗車券、共通前線定期券は利用できない。自社の保有車両は、USJ 直行バス及びイケア、梅田、大正エクスプレス及びナンバーエクスプレスの運行に、共する車両と共収車のみであったが、2018年4月1日より、大阪市交通局のバス事業引き継ぎにより、元市営バス車両すべてが移籍し、大阪シティバスの所属となった。 大阪シティバスが以前より所有している車両は、大阪市交通局や東京都交通局で一般の路線バスとして使われたのを、転用改造したもので、USJ 直行バス用については、前扉のみを使用し立席乗車はできなくなっている。なお、元、東京都交通局の車両は、イケア関連の一部車両のみであり、他は、元、大阪市交通局の車両となっていた。 2019年に一般路線バス発の新車として、これまで大阪市交通局時代の塗装であった従来車とは異なり、大阪式バスオリジナルの新塗装を施したいすず、エルガお三種の塗装で、各2台ずつの合計6台導入した。2020年8月、路線車のデザインを一新すると発表。2019年購入車とは異なる新デザインとなり、 2020年11月以降に投入される10台を皮切りに車両機械に合わせて全路線車を変更する予定。車体全部をこれまでのイメージである緑、中央部をホワイト、後部を大阪シティバス、大阪メトロをイメージするブルーの3色となる。ありがとうございます。